はい、今日は熊さんの生誕祭です。お願いします。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、20歳です。本当に20歳ですっていう。皆さんよろしくお願いします。今日の目標、せーの、そだちゃん。どこに至って社会主義、私たちはやばー自分いい。すごい、めっちゃセンスいい、めっちゃ嬉しい。鏡、20歳の熊崎は大人だからこうやってくれたのかな。ありがとうございます。やったー。今日はですね、すごい素敵な生誕祭を開いていただいて、すごくすごく幸せでした。あのファンの方もすごい、あの幕が閉まってもくまちゃんくまちゃんってコールをしてくださったり、サイリウムの演出だったり、他のメンバーのコールだったりも本当にしっかり元気よくやってくれて、すごく楽しかったです。ありがとうございます。今年1年の目標はですね、中身も外見も綺麗な女性になるということと、あともっともっと皆さんと団結して、来年の総選挙では何ですかね、もっと上を目指していきたいっていうのと、センターに立ちたいと宣言したからには、それをもっと自信を持って言えるような人間になることが目標です。頑張りたいと思います。本当に私のファンの皆さんはすごくすごく優しい方がいっぱいで、いつもいつも見ていると笑顔になります。本当にありがとうございます。今度は熊崎がもっともっと皆さんに幸せを届けられるように、これからも一生懸命、動いていくなんか、はい、一生懸命全力でいきたいと思うので、皆さんこれからも熊崎遥香を見ていてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。